アジャナリー2日目の朝が朝を迎えました。青木拓磨です。アジアナリー2日目の朝が朝を迎えました。今日はですね、また200キロぐらいの SS がこれからあるということです。昨日よりもですね、コース的にはちょっとハードになるというふうな形では言っておりましたので、ちょっと今日どういうふうな形になるか分かりませんけども、ちょっとね、昨日のイスコース来たのと、あとは修復に時間をちょっと要してしまって、かなりですね、順位の方は下がってしまいましたけども、ここからですね、少しでも追い上げていきたいというふうに思っています。それではですね、今日も行っていきたいと思います。それではレッツゴー。
はい、Day 2SS2 が終わりました。まあ今回は今日はですね、昨日まあロストしたことと、あとはペナルティを受けたことによって、ほぼそうですね、出走台数のうちですね、ケツから数えた方が早くなったぐらいのまで落ちまして、でそこからスタートをしたんですけど、まあ、そこからですね SS1 を走ったんですけども、前半で逆に言うとどんどん前の車を逆に追い抜いていく、追いついていって追い抜いていくっていうシーンが今回は多く見られた感じがありました。あとはそのやはり前前走者がいるとどうしても火煙でですね、全然前が見えなくなって、ペースが全く上がらないんですけども、幸いにも結構皆さん気づいてどいてくれたりっていうふうな形でやってくれていますけども、ただやっぱりそうすると3分、4分、5分長い時に10分ぐらいロスしちゃうかなっていうところがあったりします。まあ、でもね、だいぶ今日 Day 2は追い上げられたんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、明日はですね、この再ステージ3日目になるので、まあ、車をですね今のところ壊してもいないので、このままずっと続いてやっていければいいかなというふうに思います。はい、明日も頑張ってきます。応援をしてください。よろしくお願いします。さよなら。